え、ちょ、藤よ藤よ、持ち上げてよ。は、お前がやったんだよ。いやいや、お前だけいいから持ち上げてよ。女の子じゃん、あなた女の子じゃん。はいはい。深夜？深夜か。まあ無口でちょっとおバカで、時々何考えてんのか分かんない時もあるけど、優しくて心の温かい人だよ。そうだな。あれ、お前吹奏楽部引退したんじゃないの？うん、3年は全員ね。でも来月個人でやるクラリネットのコンクールがあるんだよね。コンクール？でも受験あんじゃねえの？やるよ、勉強はちゃんとやる。でも私そのコンクールでどうしても優勝したいんだよね。そうか。